どうも、谷プラさんです。いつも見ていただいてありがとうございます。はい、本日はね、昨日になるのかな、動画ちょっと上げるのが、次の日になると思うんですけども、昨日ですね、ネゴシックスさんの発表会ということで、おのおのでね、発表したいことを発表するということで、リアル、ライブ配信みたいな感じでちょっとやらせていただいて、 無観客でね、チケットをこう、ライブ配信上で変えて、見ることができるという、ちょっとね、変わったライブをやらさせていただきまして、そちらの方に出ましてね、いろいろお話しましてやりました。でですね、今回やったのはですね、こちらライブ中にちょっとね、ネオさんがつけてる指輪みたいなのがあるんで、それを測って同じサイズで、やっていくということで、これをライブ中に 3D プリンターね、こちらのね、ちっちゃい方の 3D プリンターをわざわざ持ってって、制作したという感じで、ちょっとね、ほんとリアル生ライブでこう 3D プリンターで、こうリアルに目の前で完成させるっていう、なかなかやってる方がいなかったので、ちょっと楽しくねできたんじゃないかなと思っております。僕が制作したですね、こちらなんですけど、これ失敗しましたね。はい、もう一回作り直してます。で、僕はちょっとね、この動画撮る前に、一個前の動画でこれを作ってるのをあげたんですけど、それからまた作り直してます。で、作り直して、その日の昼に作ってからライブに行った感じなんですよね。ライブに行って終えて今という感じなんですけども、今シューシュー音が鳴ってると思うんですけど、ちょっと見てもらいましょう。こちらまだ作っております。ちょっとね、形変わってると思うんですよね。だけどね、まだです。もう昼間やって2時ぐらいかな、2時ぐらいにセットして2、3、4、5、6でライブがあってね、7、8、9、10で、今の時刻がだいたい夜中の3時ぐらい。11、12、13、14 いつになったら終わるのっていうね。あともうちょっとです。でも 94% やっとここでね終わるので、皆さんに完成がね見せられるかなと思うんですが、でもまだまだ時間はあと52分かかりますんで、その間ちょっと僕ね、いいものをゲットしたんで、それをご紹介して、今日は終わりたいと思いますんで、皆さんそちらを見ていただきましょう。いやー、 3D プリンターね、時間かかりますよね、もう本当に。なのでちょっと今日はね、皆さんに、買ったいいものがあるのでご紹介します。まあ、ちょっとこのパーカーもボロボロしよう。これ結構ね、着てます。結構着てるんで、もう寝巻きのようになっちゃってるんですけど、はい、今日はね、ちょっとこちらいきますよ。じゃじゃじゃーん、こちらです。パーカーゲットしました。やつね、パーカーももうボロボロになってしまったから、パーカー買おうかなと思って買ったんですけど、こちらね、なんとこの、じゃーん、わ、ちょっといいんじゃないですか、これ。はい、こちらですね、ジェットリンクさんの、パーカーでございます。これね、皆さん、もう僕の好きなバックトゥーザフューチャーの、ちょっとデザインモチーフされてるんですよ。はい。これほら見て、ほら、1.21 ジグワット、ジグワットって書いてあるでしょ？これね、バックトゥザフューチャーのデロリアンのタイムマシーンの、この元のね、このあのやつです。まあ、設計図がここに書いてあるんです、うっすらとね。で、後ろ見ていただくと、こちらね、はい。はい。タイムスリップした、年数が書いてあります。はい。まあ、現代はこれ1985年。で、これ過去に戻ります。これ1ですね。まあ、1955年に戻ります。で、2で2015年に行くと。で、最終的に3で1885年に行くという。
ちゃんとね、年数が刻まれてるんですよ。わあ、嬉しい。パーカーなかったから、ちょっとこれ着ていこうということで、パーカーを買いました。で、こちら、ちょっとね、嬉しいのがね、これ見てください。はい。時計台がついております。これが1995年の時のやつですね。そして、こちらは1985年ということで、現代ですね。このパーカー自体は、今回はワンっぽいね、ワンの、モチーフになってるのかな。ほら、二つロゴがついて、な、この、ね、ワッペンというか、こうついてますね。これがちょっとおしゃれですよね。これいいね。いや、これちょっとね、もうほんと真っ先に、惚れてですね、買いまして、買ってまいりました。で、ちょっとね、前焼きパーカーじゃなくて、こう、ね、下がってるパーカーがいいなと思ったんで、これにして、まあ、ちょっと早速着てみましょうか。いやー、ちょっとこれ楽しみだったんですよ。ね、白とね、黒があったんですけど、ちょっとね、概要欄の方にも、貼ってみましょう。よいしょ。はい、これを。ちょっとでかかったかな。あ、でもちょっとでかめに着るっていうのもいいんだね。あら、いいじゃない。ここね、蛍光に光るんだって。はい。これいいわ。これでナイスですね。これかっこいいじゃないですか。ね。はい、こんなのをゲットさせていただきました。いいね。そう、ここのね、メーカーさんはね、こういうなんか、嬉しいことやってるんですよね。過去に行って、未来に、未来というかね、1985年に戻すために、1.2GW の電力を雷じゃないとダメでしたから、雷を受けて、こちらの、ワッペンのモチーフになっております。これはね、コミコンって言って僕が、前もですね、バックトゥザフューチャーの、映画というかね、映画、金曜ロードショーでやったと思うんですけど、その時に、語らせていただいたように、ね、毒薬のクリストファー・ロイドさんにもお会いさせていただいてますんで、サイン会みたいなのありましてね。それで、やっぱりもうバックトゥザフューチャー大好きということで、わかる人にはわかるパーカーでいいかなと思って、今回ね、ゲットしましたんで、こちらきっと着ていきたいと思います。ちょっと買ったもの紹介というね、感じのコーナーになってしまいましたけどね。またちょっと次回、完全に次はね、これが出来上がると思いますんで、設計上ね。なのでね、お楽しみください。こちらの、方に組み込んでいきたいと思います。いつも見ていただいてありがとうございます。チャンネル登録お願いします。あとは高評価ボタンお願いします。以上、谷プラさんでした。バイバイ。この辺でドローンします。ドローン、ドローン、ジゴワッチ、ありがとうございました。